僕らの宇宙教室の時間です案内は元宇宙のエンジニア宮川博です今回は南十字星の見つけ方続いて南十字座最後は南十字星近くの魅力的な星たちこの3つについて初心者向けにお話しします北半球の皆さんは 南半球で見たい星は何かと聞くとほとんどの方が南十字星と答えます、えー、特に日本人の南十字星好きは有名です、えー、ちなみに私も南十字星の大ファンです今まで南十字星を見るためにニューカレドニア、それからガム島、そしてフィリピンさらには、えー、5年ほど前には えー、仕事で南米チリに赴任し毎晩のように南十字星を見ていました日本からの観光客の皆さんの中には偽十字を南十字星と間違えて変えられる方もいるようですそんなことのないようにですね、えー、最初に分かりやすい南十字星の見つけ方をお話ししますこの写真の中に南十字星がありますどれか分かりますか 初めての方にとっては意外と難しいかもしれませんね。この中には南十字星と間違いやすい偽十字それからダイヤモンドクロスも近くにありますので注意してください。はい正解はこれです。これが南十字星英語でサザンクロスと言います。 特徴はです、ね、十字の上の星がですね赤みがかったオレンジ色だということと十字の左側に明るいケンタウルス座のアルファ星とベータ星が並んでいることです。こんな感じで南十字星がヤッコダコケンタウルス座のアルファ星とベータ星がタコひもだと考えると分かりやすいと思います。 こちらが偽十字です。こちらはダイヤモンドクロスですので、間違えないでください。はい、それでは続いて2つ目の南十字座についてお話しします。まず南十字星は南十字座という星座ですね。えー、夜空全体で88星座あるんですけども、南十字座はその中で一番小さい星座です。小さいばかりではなくてですね。 美しい星座とも言われていますそれから昔のですね航海時代に北半球では北極星が航海の道しるべとなっていましたが南半球においてはですね南十字星が道しるべとなったようです続いて星の紹介ですが え南十字座で一番明るいのはですねえ十字の下ですね一番下青白く輝く一等星アクルックスはい二番目はですね二番目に明るいのは十字の左側ですねこれも青白く輝く同じく一等星のミモザですミモザはい三番目に明るいのは 十字の上ですね上側のオレンジ色の二等星ガクルックス4番目は右の、えー、三等星の青白いイマイこの今イ井イの左下にあるのがエクボ星と言われているオレンジ色の四等星ギナンはい。 えー、それでは最後の南十字星近くの、えー、魅力的な星たちですが、えー、先ほど紹介しました南十字星の左にあるケンタウルスサのアルファ星とベータ星この2つは一等星なんですね。えー、それから南十字星の左と、えー、下もですね一等星、えー。夜空全体で21個ある一等星の えー、うちのですね、四個がこんな近くに集まっているのも珍しいことです、えー。続いて南十字星の左の一等星の脇にあるのがカッパー星団。もうこのあまりの美しさからですね、えー、星の宝石箱と言われています。次は南十字星を正面に置いて左側、えー、っと。 そうですね下の一等星の左部分にある黒い雲のようなところをコールサック石炭袋と言っていますこれはですねチリやガスでできている暗黒星雲なんですけども後ろ側にある星の光を見え,見えなくしているところから真っ黒な雲のように見えるんですね。えー、最後は 南十字星から見てですね、左側にあるケンタウルス座の β 星とほぼ対称の右側の位置にあるのがイータータカリーナ星雲、はい。中心部の輝きは、えー、肉眼でもわかるほどで天文ファンお気に入りの星雲の一つです。 それから先ほど話した「ダイヤモンドクロス」と「ニセ十字」も南十字星近くの星です、はい、もし南半球に旅行されることがありましたらこのくらいの情報を入れていくとですねより楽しい旅となることでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。